Good morning, everyone! こいぬーです。今日は立ち飲み動画でございます。これを食べながらですね、飲んでいくビールはこちらですね。あ、ちょっと照明がグダグダです、すみません。 Godfather、 はい、見えますでしょうか。今日飲んでいきますビアは Godfather ね。スーパーストロンね、いうことでございます。はい、まずは飯を食うよ。大好物ダブル絶品チーズバーガーでございますね。おはようございます。うひょー、ジャンキージャンクションね、品川サービスエリアってね、取れます。よし、そう、じゃあ食べますね。いただきます。うん、めこれうまいっすよね。食べたことあります？絶品シリーズ異常にうまいよね。うん、うん、うまっ、最高だ。うん、うん、今日はねテンションが高いんですよ。特に意味はないけどね、あの病は気からっていうぐらいで、まずねこのメンタリティ、自分のメンタルをねいかにこう大してこういいことがないにしても、こう持っていくかってね、これがやっぱり重要ですよね。ぬるっと開けていくよ。乾杯。うわ、すげえ、すごい。これなんだろう、フルーティー、フルーティーだし、すごいなんか濃いね味が。なのに苦味は抑えめ、結構珍しい感じかなこれ。おー、珍しい、すごく珍しいこの感じ。だいたいねこういうなんか海外のこう瓶系のね、ちょっとお高めのビールってね、あの日本でいう地ビールみたいなね、苦味が強いんですよ。フルーティーだけどすごいこうホップも芳醇だが苦いみたいなね、あるんですけど、これねすごく苦味が抑えめなのに味が超濃いというね、珍しい感じのビールですね。いいね、これは今回のハンバーガーにも負けず劣らずな素晴らしい風味を醸し出して、醸し出す。ね、超腹減ってる時のこれジャンクなやつはね、うめえですよね、うめえですよね。なんかねこうバッティングの時に、バッティング練習の時にね、こうこうね、肘とこう膝をこうこういう練習をしとくと体が開くのがね抑えられるっていう、そういう話を聞きましたよ。うん、皆さんもやってみてください。今日はね天気がいいからちょっと開けようか。
わかりますか？開けるとね、大変なことになるんですよ。かえって暗くなるでしょ。なのでこうすることでね、まあマシになるじゃないですか。天気がいいからといってバーッとね、開け、太陽光はやっぱりすごいこう一定の状況で取れないじゃないですか。太陽の位置だったり天気によって、ね、変わりますから。ただこのこれね、この照明くんは365日24時間いつつけても同じ光量を出してくれますので、そういうことです。まあもう特に今日言いたいことはもうないんですけどね。はい、皆さん立ち食い立ち飲みしてますか、自宅で。うん、あの一人暮らしでやっぱりね、一人ぼっちの時にあえて、立ち飲み立ち食いやってみてください。非常に虚しくなります。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのご来店お待ちしております。スコイムーです、スコイムーです、スコイムーです。ものすごく大きい声を出せますよ。